新中国佐藤マッショ。こちらルンです。はい、よろしくお願いします。ということで本日なんですけれども、なんかルン君が、はい、なんかやりたい料理っていうか作りたい料理があるらしいんですけど。うん、はい、まあ今日はですね、うん、その名もこの料理本当にあるないクイズー。はい、まあ僕が、はい、まあ、本当に、うん、もう定番としてある料理、うん、世界の料理である料理、うん、もしくは創作で、うん、絶対にない料理どっちかを作ります。おー、で、それをあつちゃんの前に出して、まあ、料理名と一緒に、バッタって、はい、料理ありますか、はい、って答えていただきたいと思います。なるほど。はい、ということで、計2問、ルン君が出してくれるらしいので、はい、当てれるかどうか、頑張って、食べて。僕も、騙せるか腕がちょっと、そうですね。試される。創作料理がどんなもんなのかっていうのを、ちょっと期待してみたいと思います。と、はい、いうことで、早速、レッツラ、ゴン。よし、では、作っていきます。じゃあ、まず1問目はこちらでございます。皆様もね、ちょっと一緒に本当にあるかないかちょっと考えてみてください。まずはサーモンを叩きます。はい、で、ホタテも叩きます。で、これをね、混ぜちゃう。はい、で、ここにまたニンニクだけなんですけど、ネギ生姜ニンニク、で、お塩少々、お酢少々、混ぜます。いや、でもだいぶねこれ多分技能的なものが試されるんで怖いですね、自分で言っときながら。お次はバジルをちょっと細かくします。このバジルにオリーブオイル適当に入れて、コンソメ小さじ 0.5 ぐらい、胡椒で、ここにお酢少々。じゃあ、あとはね、ほぼ盛り付けるだけなんで、直前までちょっと冷蔵庫入れておきます。じゃあ2品目なんですけど、2品目はこちらを作ります。まず玉ねぎ食べやすく切ります。はい、こんぐらいあれば OK。 で、ここに大体まあ8分ぐらい茹でた中トロトロのゆで卵を入れて潰します。で、こんぐらいで、はい、で、ソース作ります。カットトマト半分ぐらい入れて、一缶の火つけます。中火で、はい、軽く火を入れて、ちょっと酸味がね飛んできたら、ケチャップ大さじ 1.5 ぐらい、鶏ガラスープの素小さじ1、豆板醤もしくはマーラージャン大さじ1、お好みで一味を好きなだけ入れましょう。 OK。 そしたら耐熱容器用意しまして、まず下にソースを引きます。ちょっとだけ残して、この上に卵と玉ねぎのやつをね、ちょっと乗せます。で、最後にさらに上から先ほどのちょっと残ってたソースをいい感じかけます。で、これをトースターに入れて、いい感じに焼き目がついたら、あと唐辛子とかまたかけて完成です。じゃあ、ちょっと一品目からまずね食べていただきたいんで、これはちょっとトースターに入れて準備しておきます。じゃあ、一品目の盛り付けからいきましょう。はい、一品目完成でございます。さあ、これは本当にあるでしょうかないでしょうか。早速じゃあ食べていただきたいと思います。はいはいはい、まず一品目からお出ししたいと思います。はい、料理名は言わない方がいいかもしれない。なんで？いや、ルン君のネーミングセンスだったら多分バレると思うんだよな。いや、自信ある。本当に自信あるっていうから多分大丈夫。じゃあ一品目まず、ね、はい、いきます。こちらサルパッティーノでございます。サルパッティーノ、はい、イタリアの郷土料理です。あー、なるほどね。サーモンとホタテのなめろうみたいな感じらしい、あっちで言う。うん、じゃあいただきます。できた。うん、美味しい。おお、確かに確定してますね。なめろうみたいな感じ。うん、なめろうみたいな、カルパッチョとなめろうの間ぐらいな感じだね。うん、うん、うん、爽やか、爽やかだね。確かになんかイタリアっぽい感じの、うん、いや、普通にありそうだなとは思うんだけど、うん、ルン君が自分の創作でホタテ料理を出してくるかな。いや、でも最近北海道のホタテ食ったから、それに釣られて北海道ホタテもう一回使おうかなってなった可能性はあるんだよな。そんな愚かなことあるか。うん、ある。そんな愚かなことあるかな。うん、これね、でもね、このケチャップがようわからんのよな。これは、うん、実際に、はい、あると思います。イタリア料理はあまり知らないんでね、あると思います。はい、はい、
はい、正解発表させていただきます。はい、1問目のこちら、サルパッティーノは、はい、実際にありません。あー、結構ね、今回趣向を凝らしまして、もっとなんかおしゃれな盛り付けにしてもよかったんだけど、マドマスカムによくわかんない盛り付けにしました。なんかイタリアにありがちな、なんかよくわかんない感じを出した。イタリアにありがちなイタリア料理だったらもうちょっとうまいか、美味しいか。いやいや、美味しいでしょ。まあ、今回別に、味どうこう、まあ、味も美味しくないですけど。いや、味美味しくなかったらそもそもね。そうだね。そうだからね。っていう感じですか。まあ、ありえそうだもんな。これは。これはだってありそうだもんな。よし、じゃあこちら、焼き上がりましたんで、出します。じゃじゃん。さらに、唐辛子。いい、ラー油。色付けでパセリ。はい、ということで、二品目こちら。完成いたしましたんで食べていただきたいと思います。はい、2品目、はい、こちら、ポルトガルの料理で、はい、プルガトリオガッカ。これはあります。これはあります。はぁ、まあまあまあ、食べなくていい。食べなくていい。あります。まあまあまあ、あります。いやいやいや、あります。味がね、あります。すごい、何これ。あ、スープ。一応ね、玉ねぎと、うん、あと卵、うん、をちょっとなんか辛いソースみたいなので、うん、煮込んだっていうか、なんか焼いたみたいな、うんうん、いただきます。パパ、ほんとだ。うんうんうん、辛っ。辛っ。ちなみにブルガトリオっていうのが、はいはいはい、ポルトガル語で煉獄っていう意味です、はい、あー、なるほどね。だから自分がつけたっぽい名前だよっていうことを言いたかったんだ。いや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 、そういうわけじゃなくて、ちょっとでも自分要素出そうか。あ、灼熱か。だったらルン君考えそうだから、これはないギャーって言わせようとしてるってことね。いや、全然。まあでも結局味を見ていただければ、さっき同様にね、うん、わかるかなとは思いますけど。決まりました。はい、このプルガトリオアダーコーダは、はい、あります。ファイナルアンサー。はい、では2問目のこちら、はい、プルガトリオガはですね、実際に、はい、だか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 だ、ありません。すごいね、僕意地悪かなって思ったの、2つとも。でもこれは試されるなと思いまして、しかもちなみにこれ僕が10秒ぐらいで考えたやつです。ありませんなの。いや、2番目は、うん、こんな雑に作らんやろって逆に思っちゃった。あ、僕がね、うん、あ、もうちょっと、ね、料理人なのに。あ、そこもめっちゃ適当だから、マジで。お前料理しかさ、さっき取りえねえって自分で言ってたくせにさ、完全な、これもうフェイク。なんか外国にありそうな感じで、辛さの量も自分で辛っていうレベルで、うん、そうね、いい加減に入れてたから。そうだね。いや、それだったらちょっと分量通りに入れて辛ってなったのかなって思って。あー、はいはいはい、そう。でも七味唐辛子はめっちゃ入れた、とりあえず。じゃあ今日は何も作ってないんだ。何の世界の料理も作ってないんだ。作ってない。今日は何も、じゃあただオリジナルの料理を作っただけなんだ。そう、それっぽい。それっぽい。何の時間。いや、まあでも第一弾だから、結局これをシリーズ化します。すいません、別にします。はい、いや、ということで、まあどうなんだろうな、うん、バジルが好きな方はね、うん、サーモンの、はい、何でしたっけ、ルン君考案、サルパッティーノ。まあ、それがどういう意味なの、サルパッティーノ。もうサルパッティーノは適当。もう語呂だけ。語呂だけです。あ、そうなんだ。サルパッティーノ、よかったら作ってみてください。はい、ということで本日の動画でございました。はい、じゃあ今日はもう何にも国の料理食べてないんだ俺。うん、まあこれからなるかもしんないから。なんねえよ。ありがとうございました。ありがとうございました。